それでは時間になりましたので、KD 研のパート2第1回を始めます。それでは、まず第1回ですので、KD 研の、概要を紹介したいと思います。KD 研の趣旨については後で先生の講義の中でご紹介いただけると思います。KD 研は、建築と技術の融合というのをテーマにした研究会です。でこちらは、パート1とパート2の2部構成になっています。で、パート1の方は空間と構造の交差点ということで、話題のプロジェクトやテクノロジーをめぐって、毎回テーマに合わせたパネリストをお招きして、レクチャー、ディスカッションをしていただきます。2ヶ月に1回の開催で、第1回は10月30日土曜日、テーマは鉄のデザインで、岡田さん、佐藤さん、高橋さんをお招きします。パート2の方は、空間構造の軌跡、空間構造の実践と軌跡ということで、こちらは毎月開催いたします。空間構造に焦点を当てて、世界及び日本の動向を俯瞰するとともに、先生のこれまでの活動や作品などを振り返る斉藤先生の講義です。毎月1回開催で、今日は第1回、プロローグ、空間構造への誘いというテーマで講義をしていただきます。次回は10月2日土曜日を予定していまして、1960年頃、構造デザインの明け物というテーマを予定しております。それでは斉藤先生、講義をお願いいたします。はい。こんにちは、どうもありがとうございました。皆さん、こんにちは。斉藤です。一瞬マスクを取らせてもらいます。よろしくお願いいたします。今、田村さんからご紹介あったように、今回ですね、KD 研、空間構造デザインというんですけども、KD 研という研究会を立ち上げらせてもらいました。で今日はまあ第1回ということで、どんなふうに進めるか、手探りで、進むような感じですが、大勢の方々に今日は Zoom 参加あるいは YouTube を見ていただいていると思います。全員の名前は確認してませんが、今日はアメリカのシアトルから池田一郎君も入っていると思いますし、台湾の父さんとかですね、あるいは関西の方々も含めて、全国の方が参加してくれていると大変嬉しく思います。で、最初にですね、少し、この KD 研究会の、どうして出たいって言ったかっていう話をしたいと思いますが、ここにある今、スケッチは、私の好きなマッターホルンですけども、一つのプロジェクトも、そこにたどり着くプロセスによって、いろんな物語があったりですね、あるいは、一つの仕事は多くの人に支えられていると。そんなことをこの研究会のコンセプトとつなげたいなというふうに思っています。で、今、空間構造デザイン研究会第0回というふうに書いてございますけれども、先日の9月4日にですね、このキックオフというべき、イベントを行いました。この回も大勢の方が参加していただきましたが、画面にありますように、近年、あるいはですね、今年になってですね、お亡くなりになった、本当に親しい方々が、大勢いらっしゃいます。中でも、今ここにご紹介してます、内田先生、川口守先生、坂茂さん、田辺邦夫さん、新谷さん、はですね、いずれも、日本構造化クラブのメンバー、受賞者ですね、構造デザイン賞あるいは松井言語賞を受賞された方々で、我々は大変その業績に、感銘を受けるとともにですね、大変その人柄もですね、非常に真摯で、しかも建築とかですね、あるいは構造デザイン等々についてですね、もう並々のある力を発揮してくれた。
という方々を、まあ、しのぼうということでございます。まあ、いずれ、内田先生の会なんかまた、展示会等もあるようですけれども、今回5人の方を中心にお話をいただきました。で、この会はですね、この、まあ、一つのゼロ会のキックオフとしてですね、この方々の、まあ、志をですね、なんとか次の世代にこうつないでいきたいなという思いもございますので、今回がその第1回、まあ、開催できたことをですね、大変、嬉しく思います。で、今出た写真、皆さんご存知のヨルク・シュライヒですね。私が初めてお会いしたのは1972年、随分昔ですけど、以来ずっと大変私の尊敬する人物ですが、実はこの、熱く戦い志向造家たちのこの研究会やってる同じ日ですね、9月4日に亡くなられたんですよね。ということで、白石さんについてはあまりお話できませんでしたけども、また日を改めて、白石さんのですね、お話もこの場で取り上げていきたいなというふうに思っています。ご冥福をお祈りしたいと思います。で、まあ、田村さんお話になったようにですね、この研究会はですね、実は2つの大きなパートを持っています。で、文字がこう、空間と構造とデザインとちょっと隙間があるのが、これ一つの特徴でして、言葉はですね、3つの言葉を、話して組み合わせますと、2つのコンセプトが出てまいります。で、1つは空間と構造の交差点ですね。どんなふうにこれがつながるかという、そういうテーマです。からもう1つは空間と構造をつなぎますと、空間構造という、言葉なので、これを一つ、まあ、歴史的なことも含めてですね、まあ、研究室等々でやった実践と、それから世界のいろんな動きをですね、一緒に見つめていきたいなというふうに思っています。で、まあ、空間構造っていうのは、下の方に文章ありますように、IHS というところの、まあ、大きなテーマですので、後ほどまたお話したいと。で、まあ、開催日程を一応ですね、こんなタイトなスケジュール立っちゃったんですけども、まあ、自分にとっては走る人参みたいなものなんですが、果たしてこれその通り行くかどうか、今は大変心配です。第1回やるだけでもですね、大変、たどり着くのが大変だったので、まあ、日程についてはまた、予定ということでですね、よろしくお願いしたいと思います。ということで、スタートしようと思いましたらですね、突然特別企画というのが早速立ち上がってまいりました。これもつい最近9月8日ですか10日前になるでしょうかね。このやりますように、船の体育館、旧香川県立体育館の今までとこれからということでですね、パネリストとして、坂本さん、川西さん、田中さん、名和さん等々ですね、こういうのを急遽やりました。これについてはまたですね、まあ、テンション構造という非常にイノベーティブなデザインであるし、丹下さんの名作である。ちょうど代々木オリンピックと同じ1964年。ですから東京カテドラルも同じ時に来たってことで、もう大変な日本の遺産だと思うんですね。ですからこれをどうするかっていうことは今、大変難しい局面にありますけども、またもう一度、これについてはですね、具体的な議論をですね、少しやりたいな。ということでですね、ちょっと、今朝までふもとさんに頑張ってもらいまして、画面映せますか？これを映りますか？これが川西さんからいただいたペーパーキッズなんですけども、見えますかね？まだ。こういうかわいいキッズが川西さんからいただきましたので、早速作っていただきました。大変楽しんで、ふもとさん頑張ってくれましたが、今朝方、施工ができたのが、この模型でございます。で、ケーブルネットをですね、まあ、設計、施工、今終わったばかりなんですけども、まあ、これが一つの提案の
ポイントでして、まあ、屋根工事をですね、少し違う形で、空間のイメージを作りたいということを今提案して、まあ、どんなふうになるか分かりませんが、また機会があったらもう少し詳しくこういう話をしたいなというふうに思います。まあ、そんなことでですね、この研究会っていうのは、なんとなくこう、レクチャーが決まってるようですけども、むしろそれをかなり自由にですね、私としては、動かしていきたいなと思っています。この場所は A フォーラムという場所でして、メンバーは今日、この場所にいらっしゃいますが、三輪さんを中心にですね、運営のコアメンバーとしては、和田先生、神田先生、金田さん、等々ですね、何人かの方が、参加していただいて、今までいろんなフォーラム、研究会を動かしてまいりました。ですから、そういう活動の中で、まあ、構造設計であるとか、建築の安全性、あるいは基準法とかですね、あるいは超高層というテーマはいろいろあるんですけれども、まあ、この研究会ではそういうところがカバーしていない、少しこうデザインっていうんでしょうかね、あるいは建築の空間と構造との利用みたいなことを議論しながら、皆さんの少し近年の興味あることとかですね、それから話題のある研究会をですね、立ち上げたいということで、ぜひそのフリーなこう場としてですね、利用していただけたというふうに思います。で今日はですね、まあ、第1回ということで、どんなふうにしようかなと思いましたけども、まあ、プロローグとしてですね、これ空間構造への誘いじゃなくて、これ、いざないと読んでいただくと、大変ありがたいんですけど、いざないということでございます。それで、まあ、どうしてこういうことをやったかということを少し、コンセプトを話したいことと、あと、まあ、空間と行動っていう抽象的なんですけど、どんなことがある。それから、まあ、歴史を超えてですね、まあ、いろんな面白い、事例も学生職にちょっと紹介したいな。あとは日本の構造デザインっていうのはどういうふうにこう動いてきたかっていうあたりのですね、私が学生の頃の60年ほど前からの話を少ししたいなと思ってますが、パワーポイント作ってみました。やっぱりボリュームが多くて、多分これ全部できませんので、行ったところでおしまいということで、田村さんが多分チンと鳴らすと思います。よろしくお願いします。それでまあ、この A フォーラムはですね、8年前に、三輪さんのご尽力で立ち上げていただきましたけども、まあ、簡単に言うと、エンジニアンデザインとアーキテクチャというものをどう融合し、触発し、統合するかという、その様相とですね、その成果をですね、こう、見つめるということが、まあ、このコンセプトでございます。で、まあ、たまたま学会長、2007年に仰せつかりまして、その時に企画を立ち上げまして、まあ、大勢の方々のご尽力でですね、まあ、いくつかの、企画が立ち上がりましたが、その中でも一番大きかったのが、やっぱりアーキン&デザイン展ということで、こういうような抽象的な概念をですね、やはり世界の遺産を通して、あるいは近代の話題作を通して、形として見てもらおう。まあ、そういうことによって、アネハ事件でちょっと病変した建築界の社会とのつながりをですね、もう一回復活したいと。あるいは、我々建築界の中でも、いろんな役割とかですね、魅力を共有したいという、そういう思いで、三輪さん先生にも随分助けてもらいまして、学生諸君の力を借りたり、日大の先生方にもお手伝いいただいて、全国を回りました。それで2009年にはですね、凱旋一通り回ったり、2011年には、ちょうど大震災があったりした後だったんですけども、マルキューブという大きな空間でですね、JI の主催である世界、建築家会議にですね、これが出展されました。そんなことがあって、今日、ズームでも参加されていると思うんですが、台湾の都さんの持ち力で台湾展をやったりですね、あるいは中国、和田先生のご紹介でですね、郭さんを中心に中国をずっと回りました。まあ、今思えばとてもこんなことはできそうもなかったんですが、まあ、宮沢さんのパワーが随分
力になりました。ありがとうございました。それでですね、それを、終わったんで、凱旋展をやろうということで、お茶の水の1号館、CST ホールですね。そこでやりましたが、展示会も、主婦のと思ってください。それで、フォーラムをですね、企画しまして、2015年。で、お呼びしたのは内田先生と川口先生。私は今、司会をしておりますが、本当にお二人ともお元気でですね、お背筋もピシッとしてますし、とてもいいお話をされました。その中でですね、内田先生の話ってやっぱりすごく魅力的だったと思うんですが、これはちょっと先生をなんとなく忍んで、しまう場面なんですが、まあ、先生の米寿のお祝い会もですね、まあ、有名な中央電信通信学園でありまして、昨日のことに思い出されますし、それから今年になってですね、おはがきにですね、この真ん中のはがきなんですけど、スキーお楽しみ、羨ましい限りですということで、先生またスキーをしたかったんですよね。ですけども、残念ながら上の写真が最後のスキーのお姿なんですけども、でも88歳ぐらいまで多分やってたという、今年もそれぐらいまで頑張りたいと。よろしくお願いします。一番右は私ですが、その隣は内田先生と発達としております。で、内田先生がですね、まあ、いろんなメッセージを残されてるんですけども、中で私が一番強く感じていることは、ちょっとご紹介したいんですが、まあ、建築とは何かというときに、まあ、ビトルビウスの、まあ、要求といった一つの定義としてあります。で、内田先生がですね、1993年に学会長になられたときに、メッセージとして雑誌にですね、こんなことを残しています。学術、技術、芸術。建築はこの3つの分野の力を借りて空間を総合的に組み立てるものだよ。ということで、まあ、これ学会の目指すテーマでもあるんですけども、それをですね、今度は、ご著書の作ったり考えている中ではですね、その学術というのを科学ということに置き換えまして、科学と芸術と技術の役割ということを非常に大事にされています。面白い説明があるのでちょっと紹介したいんですけども、ある町でですね、なんか複雑で難解なパズルを大勢の人が解いていたんだそうです。で、その中の一人が突然立ち上がった、それは科学者なんですけど、このパズルは解けると理由を説明して立ち去ったと。それが科学者で。で、今度は技術者が立ち上がりますと、解けると分かったなら私も解いてみようと。まあ、頑張ってですね、なんとかそれを成功しました。で、最後に立ち上がったのは芸術家なんですね。なんて言ったかというと、どうせ解くなら、手際よく解けるものだと考えてですね、ついに非常に鮮やかな手法で見せたと、見物人からはその芸術家の解き方にですね、拍手を送る。分かってて分かんない言葉が難しいんですけど、まあ、こと最後にですね、この3つの分野ってまあ重要だということは、そんなふうに先生おっしゃった。で、私、これをですね、ずっと考えてまして、で、学会長になったときに、もう一度この言葉を複数してもらいました。で、建築学科 AIJ ですけども、ここでは3つの分野、つまり学術を中心に、技術と芸術、この3つをお互いに頑張っていくということですね。で、そこでですね、学術というのをちょっと、もう一つ踏み込むと、学術というのは実は科学と工学ではないということで、3つのタームから4つのタームに作っています。これも長くな、話も長くなるんですけども、まあ、こんなようにですね、それぞれの言葉につながる抽象的な背景ってあるんですが、それをお互いにつないでいると、芸術と科学というのは非常に共通点、あるいは、技術と工学は共通、これはまあよくわかるんですね。さらに科学と工学もなんとなく。一番難しいのは、この芸術と技術ですね。実はこれも一つの、相関性があるということをオブアルコンですね。非常にはっきりと述べています。
で、それについてはまた後ほど話すことがあると思いますが、まあ、この技術というのが、内田先生はどっちかというと、技術はその時代ごとに変わっているもので、その時代で通用するのが技術だと言うんですけど、私はちょっと違ってですね、技術というのはやっぱりこの技であるから、やっぱり工学と科学の力を使っている、まあ、術というんですかね、そういうものだろうというふうにお伝え、ちょっとニュアンスを変えてみたらと思って。で、もう一つ面白いことを見つけたのは、これが実は歴史的にこの言葉がですね、流れてくるんですね。つまり、中世の芸術がありますが、これは有名なダン・ブランの映画でですね、非常に楽しい映画で。俳優はトム・ハンクスですね。トム・ハンクスが立ち役する。宗教の中に、やっぱり科学というのはいかに相克というんですね、戦ったかという物語が難しいテーマなんですね。ということで、やがてその科学が出てきて、ガリレーとかですね、ダヴィンチとか出てきますが、そういう時代を経て、やがて産業革命に来る。で、そこで初めて鉄というものが、材料として発達してくる。で、そういうものを使った、いろんな技術、施工技術とかっていうのがあってですね、最後に出てくるのが19世紀中ぐらいのクリスタルパレスを境に、職能としてのエンジニアが出る。そうすると、今までいたこの建築家とある意味のこう、なんていうんですかね、分離っていうのが起きてくるわけですね。で、それがまたどんなふうに流れるかっていうのは、また次回に少し話をしたいと思いますが、まあ、いずれにしてもこういうような4つの言葉が歴史的にもこうなんか言えるんではないかということです。ということで、またもう一回戻りますと、ということを考えると、4つの言葉の中でやっぱりこの術がついている芸術と技術というのはですね、大変ある種深い関係がありそうです。で、芸術というのはやっぱりどういうものを作ろうかなという想像力ですし、誰も止めることはできませんが、技術というのは逆にその時代の科学、分かっている科学、その時代の工学、そういうものを使って作れるものを考えるということなんですね。ということで、今日の大きいテーマである、その空間と構造というのをですね、この芸術と技術に、まあ、近いから入れてみますと、こんなふうに想像力と実現力ということにつながる、まあ、イメージとテクノロジーというですね、こういう2つのベクトルがあるんじゃないか。で、この矢印は非常に重要でして、イメージから右向きにテクノロジーいっちゃうのは、どっちかというとブラックボックスとしてのありようで、今、非常にこれは現代的にも問題である。でもそうじゃなくて、やっぱりテクノロジーの持っているポテンシャルをどうイメージにつなげるかっていうことも大事だというのを、これを相対的ベクトルと呼んでるんですが、まあ、このことがアーキニアンデザインの一番理念として重要だろう。で、まあ、構造デザインっていう言葉は、我々よく使うんですけども、なんか建築家の人はあんまり使ってくれないんじゃないかと思うんですね。ということで、もっと大きく、建築家の人も使ってくれる、もっと大きい範囲では、やっぱりアーキテクチャ・デザインということの方がですね、なんかいいのかなっていう感じもちょっとありまして、このフォーラムが、まあ、存立しているという一つの背景だというふうに考えます。さて、これから少しその空間と構造ということをですね、具体的に、ついね。まあ、一般に言うと、建築と構造っていうのはよく対比されますよね。で、建築っていうのは、やっぱり社会とか人間とか自然ということをバックボーンにして、まあ、非常に広い世界。一方、構造っていうのは、力学、素材という、まあ、科学と工学が背景にある構造がある。で、空間というのは、まあ、いろんな分け方ありますが、まあ、大きく分けると、空間を広げる、無中空間的なものと、空間を重ねるという、まあ、こういう大きなテーマということなんですね。で、今、あえてその建築と構造をくっつけないで、建築と構造というのは、空間を介してお互いにある。この認識が非常に重要じゃないかというふうに私は思っています。だから、空間をこう、外して建築と構造をつけると、ちょっといろいろ問題がありそうだということは、まあ、これからなんかそういうことを議論もしていきたいなと。ですから、空間ということは、例えば建築空間ということだったり、それからもう一つはね、このストラクチャルスペースということが非常に重要なんですね。あんまり言われないんですけど。だけど、この3つの写真、絵を見ると、なんとなく感じていただけるかな。
ロンシャンの礼拝堂の、まあ、本当にすごい造形豊かな建築である衣装なんですけど、一方のフライザイなんかは、むしろ構造を持っているいろんなポテンシャルがこう空間を作る。好き嫌いありますが、どっちがいいってことはありませんが、両立するっていうことも面白いですし、まあ、ライトの落水槽なんか、エンジニアの姿はあんまり見えませんけど、だから大変なエンジニアが背景にあるんですね。まあ、そんなことで、2つのこう空間の見方がある。で、その当然ダブってる部分もありますので、なんかそういうような見方もとても大事じゃないかというふうに思います。さて、もう一つの、これパート2の今、テーマに挙げています、空間構造っていうんですね。これがまた難しいんですよね。分かったり分かんないんですが、でも空間構造というと、もうそうだねって言ってくれる人は結構いると思いますが、これは坪井先生が1990年に亡くなりまして、93年から、中田先生を中心に青木先生たちがですね、先生の冊子を10年ほど作りました。いろんな記録が残っていて、非常に魅力的な冊子なんです。このタイトルが空間構造。で、愛媛の体育館がありますね。で、ISS って皆さんご存知だと思いますが、インターナショナルアソシエーションフォアシュアンドスペーシャルストラクチャー。トロが設立したときはシェルストラクチャーで ISS ではあったんですが、その後やっぱりどんどん、ストラクチャーの可能性が広がってきて、スペーシャルストラクチャーって言葉が入ってということで、日本語で言うと、国際シェル空間構造学会ということで、ISS の非常に、まあ、基本となる分野を表します。じゃあ、空間構造って一体何っていうと、これなかなか説明が難しいんで、それは皆さんおいおい、なんとなく議論していただいたと思いますが、最初の頃は、ラーメン構造って構想できれば、これ一体的な力を当然なんで、これも空間構造だろうってことで、ISS の会議に論文が出てきたこともございます。大変面白い世界です。で、私個人としては、まあそういう定義はともかくとして、なんとなくその空間的に捉えたときですね、集いの空間という言葉が非常にその空間構造と近い一つのフィールドじゃないか。で、我々の一日の時間を見ますと24時間、寝て、職場に行くっていうのはだいたい8時間です。で、その他の後の8時間っていうのは、まあ、動いたり、今コロナで動けませんけども、野球を見たり音楽会行ったり、あるいは駅の中を散策したり、まあ、あちこちでこう動くわけですね。動いたり集まる。で、こういうのを集いの空間っていうふうに呼んで、スペースフォーギャザリングっていうふうに呼びます。で、これは日本建築センターで何十周年だったかに企画させてもらって、亡くなった半貝さんとしてやったんですけども、写真は一応僕が撮った写真全部今入れてるんですけども、こんな風にもうスケールに関係なく、いろんな人のこう賑わいと交流が生まれる。まあ、こういうところに、構造のデザインというのがこう発揮できる場面がありそうだということが一つの空間構造の、まあ、キーワードかというふうに思います。さて、それでですね、空間と構造ってもっと別の言い方でやるとどうなるかということを考えていますと、まあ、皆さん、まあ、ちょっと旅行しにくいんですけども、あちこち旅行いると思いますが、私は、もうあちこち結構行きました。で、新しい近代の現代建築を見るのもいいんですけども、私は古代遺産が結構好きでですね、やっぱり心に残っている景色とか風景、古代遺産、非常に大きく残っています。特に左側はですね、ローマの郊外にあります、カラカラ浴場ですね。それから右はギリシャのスーニオン岬にある夕日の湯、夕日の湯どこでも同じだと思うんですけど、大変有名なポセイドン神。で、共通しているのは屋根もないですね。それからかつて輝いていたタイルとか装飾品も何もない。でもなんとなく、建築はありそうな感じがしますね。だけど、ひょっとしてここにあるレンガ像の壁体であるとか、あるいはアーチ構造とか、あるいはくさび構造、柱張りという構造体がなければ多分空間はない。つまり空間を成立させる最低、最もエッセンシャルなものは構造だろうということが言えるだろうというふうに思います。それからこれはですね、もう見られないんですが、私のかつて庭があったんですけども、雪の朝来ましたらですね、
昨日見たこともないよ。すごい綺麗な、造形があったんですね。雪が積もってですね、それが網目のゴルフのネットなんですけども、この頃はちょっと練習したかもしれないですね。朝になって日が差しますと何もなくなっちゃうんですが、でもこれをずっと見てますと、もうすごい不思議なですね、構造、あるいは空間、形態っていうものが出てくるんですね。で、これネットであるからゆえに、このディテールが非常にうまくできてるわけですね。ですから、ここにはもうコンストラクションのテーマ、力の流れ、形態、すべてがこう凝縮されているような、そういう世界が、これ一種の構造空間だと思うんですね。で、そのことを実践されている、やっぱり、イスラさんですね。この人のもう本当に魅力は、何とも言えないんですけど、もう奥さん大事でですね、トイレ行くも奥さんと一緒ですね、いつもね。で、これ学生と研修旅行行って、田畑さんも映ってますけども、ハンブハインブルグのプールのレストランの、カバーを持ってきましてね、4点で持てる。これがこのシェル構造の原理だよ、とかですね。逆さ吊りをガウディとは違うやり方で俺やってるんだ、みたいなことをですね、本当にモデルを見ながら。で、当時はコンピューターもちろんないですから、彼が小さい模型でこういうものを全部。で、プレストレスの概念なんかもまたそういう話をしたいと思いますけど、とにかく美しいんですよね。で、シェルっては日本でもあったんですけども、あっという間に僕ら大学に卒業するから全くなくなっちゃったんですけども、イスラーさんは本当1000近いものをスイスで作って。で、借り分けは差が高いと思いますが、やっぱりできたものの価値ですね。それが、そういうコストをはるかに超えているということです。また機会があったら話したい。で、こういう、構造空間のですね、もう一つの例は、ね、さっきイスラさんのは RCA ですけども、これは今度は氷ですね。氷でアイスドームを作ろうって、コカーさんという大変な、今日はズームに入ってないかもしれませんが、これ太陽光を関係したかわかりませんけども、エアドームを膨らましてですね、そこの上にはメッシュを、ロープを作りました。それで、要するに東京ドームの少しライズの高いやつを作るわけですね。そこに零下20度ぐらいの、氷を、粉末をガーッとくっつけて、で夜中の11時ぐらいから朝までやるんですけども、多分宮里さんが大学の4年生か院生の1年とか一緒に行きましたよね。で、奥の方に見えるのはトマムのスキー場なんで、翌朝ちょっと滑ったことを思い出してます。右はその中の氷のレストラン。寒そうに震えてるのは私の奥さんでした。これハイボールかなんか飲んだの覚えてますけど、いや、すごい。だから本人もこういうですね、なんか、熊のイメージじゃないんですけども、すごい高橋お母さんでですね、今お元気だといいと思うんですけども、世界をあっという間にしたような方です。まあそういうような思い出もございます。まあ、思い出をこれ語っていくと本当に先進まないんで、なかなか終わりそうもないんですけども、ちょっと現代に戻りましょう。ちょうど今、現代近代美術館でですね、丹下さんの展示会がやってます。1938年から1970年。これも非常になんとなくびっくりしたんですが、1938年は私の生まれた年なんですよね。1970年は万博、大阪万博。と思ったんですが、とても面白い。非常に素晴らしい。今日は木村さんを多分、ズームに参加していただいたと思いますが、木村さんたちが館長の頃、企画されたのが、第1回の丹下展というんでしょうかね、オリンピックが決まってですね、ザハディッドが、まだ設計を進めてた時だと思います。2013年でした、そうですね。それで、この時のテーマは1964年のオリンピックから2020年の今年の去年の東京オリンピックをつなげる資料。非常に素晴らしい内容の資料で、川口先生もビデオで出演しておりました。ということで、2つの展示会を見ましてですね、それでまたもう一つご紹介すると、同じ東京で今の時に、隈研吾さんの展示会もあります。国立近代美術館ですから、お堀のそばですね。で、両方やっぱり見る方がいいと思うんですけども、クマさんはやっぱり猫ちゃんが知らなくてですね、面白いんですよね、その切り口が面白くて。
で、国立競技場の、結構展示もあるんですけども、構造模型は ないですね。ないんですよ。それは実にその丹下さんと熊さんの展示の特徴を表していると思いますが、まあ、熊さんとか伊藤さんは大体丹下さんの代々木を見て建築家になろうと思った人たちですので、それがまた新しい時代を開いているんだと思います。で、ちょうど昨年、つい最近ですけれども、ドコモモの世界大会が日本で初めてありまして、これで閉会式が、ありました。六本木ヒルズであったんですけれども、その時に、牧先生なんかも見えまして、熊さんも来ましたけれども、シンポジウムがありまして、国立代々木競技場を世界遺産にしようと、ね。今、オリンピックがちょっと終わりましたけれども、まあ、オリンピックに対しては賛否両論ありますので、まあ、いずれタイミングを見てですね、この代々木が大きな話題となって出てくると思いますので、ぜひ関心を持っていただきたい。で、改めてその代々木をちょっと見るとですね、もう先ほど私が言いました、建築空間と構造空間が明らかに見る見方によって、こう、現れてくるということですね。で、これを表面のだけ見れば建築空間ですけど、人が剥げるのはもう、明らかに構造で、その相関性ってはすごい深いものなんですね。ですからこういうちょっと見方をいろいろこれからやっていきましょう。それからもう一つですね、この研究会を通じて私自身が、まあ、ちょっといろいろ議論で話題にしたいなと思っているのは、建築あるいは構造の美しさっていう問題と合理性っていう、これは先ほど のイメージ と実現性のにもつながるんですけども、まあ、我々の日常でもですね、美味しいものを食べたいけど、でもお金が厳しいよねとかね、この予算なら何がで美味しいものを食べられる。これで全然切り口が違うわけですね。ということで、有名な坪井先生がおっしゃられた、建築の美しさは合理性の近傍にある。で、これもよく読んでいくと、それに対していろんな見方があるんですよね。そんなこともちょっと、一緒に話し合いたい。で、もう一つは私が最近言ってるのは、合理性の近傍には何とかの美しさだ。これもですね、まあ、二つの舞台ということを背景に、これから少し話していきたい。ということで、まあ、我々は日常を生きている、毎日の生活の中にもこういうコンセプトがとても大事じゃない。ゴルフもそうですね、皆さんね。スコアを取りに行きたいけど危ないからやめろとか、ね、自分の実力も考えながらこう行かなくちゃいけないとか、そういう夢と現実はいろいろあるってことですね。時が刻々と動いてて、1時間すらもう時間なくなっちゃう。それでですね、これから今、2つばかりテーマが終わったんで、今日一番皆さんにちょっと見て楽しんでもらいたいっていうのあるんですけども、その糸口は私が常々考えている建築は織物だという、そういう考え方ですね。で、織物っていうのは皆さんご存知のように縦糸が強くピンと張るわけです。これいるんじゃダメなんですね。で、プレスレスを与えたその縦糸に横糸が走っていくと、で、そこに織物が色とりどりの織物が出てくるということですね。ですから強度を維持しながら彩りを備えるという、これがまあ織物なんですが、まさに建築はそのことではない。で、縦糸はやはり技術だ。連々と続く技術、切れることはない。弱くなったり太くなったりはしますけども、やっぱり技術で。で、まあそれは工学と取るか技と取るか、まあいろいろありますけど、まあいずれにしてもその流れっていうのはある。一方、その社会とか個人っていうのは、社会のまあ欲望であったり、社会のニーズであったり、あるいはデザイナーの好みであったり感性、それは横糸だわ。で、これは結構年代とともに変わらなくちゃいけないし、変わってくるわけですね。ですから、まあ、他の人と違うことが横糸だし、他の時代と違うニーズに応えるのが横糸だということで、まあ、それが交差するということが建築の世界だ。ということで、大きな歴史の流れの話と、それから交差点でどういうこうストラグルっていうかな、格闘なり、相克があったり、共同があったりするので、その交差点をウォッチするってことも大事。それが実はパート1、パート2に関係しているということです。
ですから空間構造というのも実はその縦糸に相当するんですね。縦糸の、石から鉄コンクリートに変わる中にどう変わってきたかという技術です。高層建築も縦糸の一つのシステムとしての流れとして取ることができるんですね。ですからそんな流れをこう感じながらいこうと。さて時間がある、まあ行くところまで言いましょう。ということで軸を越えてというちょっと私大好きな言葉なんですけども、ね。なんか映画があってるんですね、こういう時の、なんて私が見せられた空間と構造、今度は空間と構造になってですね、これ今度は塔を入れてるんですよね、空間と構造です。非常にこう微妙な使い方なんですけど、それで実はあの皆さんご存知のように、私、やっと本が昔できたんですけども、空間構造もなって、これも字の間がちょっと隙間が空いてる。林翔一さん、大変ここだけ褒められたんですけどね、まあこの本の中にもたくさんの、事例がございます。それから新しい建築の見方というのも、先ほどの安土天の模型をですね、現代に展開したもの、まあ、この2冊が一応私今であるんですけども、もっともっといろんなことを作りたい。でそんな矢先ですね、小沢さんが書かれた20世紀を築いた構造家たち。この話もですね、今回はこの研究会でも再三、露出させましてですね、ぜひこの本を読んでみたくなるという話を、研究会してみたいというのも一つの夢です。それから、ごく最近皆さんで、頑張って建築学会編の世界の構造デザインガイドブック、これカラーです、オールカラーですので、これを見ると本当世界旅行がしたくなる話なので、これもぜひ、手に取っていただきたい。それからこれは本当はもう出版されてよかった時期なんですけど、なかなか、出版まで至りませんが、もうじきだと思いますが、金田さんを中心にですね、構造化クラブで、企画した多様化する構造デザインということで、主としてこの平成の30年間ですね、その話を、まあ、まとめてみようということで、盛りだくさんの内容です。で表紙も、安土天で皆さんに作っていただいた模型をですね、入れまして、さっき言いましたように、空間構造、高層建築等々ですね。この模型を見て、まあ、8割ぐらい答えられれば、研究室に入る。というのは皆さんへのちょっと。ということでですね、まあ、どんな話をしたいかっていうと、まあ、秋のデザインっていうのも、実は2007年に企画して、8年が始まったんですが、まあ、模型を作るって言ってもですね、どういう模型をやったらいいかっていうことが、すごく悩みでですね、歴史の先生にも相談したことあるんですけど、やっぱり歴史の先生ってのはちょっと硬くてですね、その時代がどういう様式だとか、そういう話が入っちゃうんです。そうじゃなくて時代を軸を超えたいんだっていうと歴史の先生は誰も話に乗ってこなくなっちゃったっていうことはこれは無理だなと思いまして、もう独断で偏見でやろうということで、基本的には自分で見て魅了されたものを基本にしようということで、何を作るか、どう作るか、どう楽しむで領域もドーンとこう広げてですね、アーキテンデザインの世界を広げてみたいということで、まあ、大勢の人たちを作りました。そのプロセスも面白いんですけども、それはまた機会にして、いくつかその中から、私特に皆さんにおすすめの魅了された世界、ちょっと紹介したんです。ナンバーワンは何と言っても、マチュピチュなんですね。私も二度ほど行っちゃったって、あんまり二度も行くばかりないってよく言われるんですけども、二度行っても三度目も言いたいんですけども、とても素晴らしい、景色ですね。で世界遺産に、なった年にも、まあ、知らないでマガラさんと行ったんですけども、この年世界遺産になりました。まあ、これを見ても複合遺産として自然と建築がですね、いかに素晴らしいか。でもよく考えるとこれ建築じゃないんですね。これ土木の世界がむしろすごくて、水道のどういう引き方かですね。この崖を台風地震からどう守るか。で、そこで自立世界、自立した世界をやるってことが一番テーマとして面白いんで、
まさにエンジニアリングのデザインなんですよね。それが世界遺産になって。でもそういう捉え方ってなかなかこう、普通しないんですよね。やっぱりですね。だからそこのところが、やっぱりエンジニアリング持ってる面白さ。それから今時代を追ってですね、なんとなく石の世界からちょっと入りたいなと、いくつか紹介します。これはまあ有名なパルプラインなんですが、一番面白かったなと思うと、ドラムでできていてですね、そのドラムが窓につながってるんですけど、その真ん中に木のダボが入ってるんですね。それでまあ石膏的につなげていくってわかるんですけども、ある説によるとこれで地震力がここで吸収されるからいいんだって言うんですけど、でも揺れた後どうやって戻るのか。そういうのがよくわかんないんですよ。でも すごいですよね。それから、まあ、ドームっていうのはいろんな解釈ございますけども、ジジドームっていうのはらしい、ドームじゃないんだけど、ドームっぽいって。それがこの持ち送りドームということで、まあ、今発見されてるんで一番有名なのは、ミケナイの、アガメムモンの墓と言われる、まあ、12メーターぐらいの。円錐状のね、ドームです。まあ、それを使った町がアルベロペルトという非常に魅力的なところ。ぜひ、ここは小さなホテルが町の中にありますので、生活してて世界遺産というのはあんまりないんですよね。だから、このアルベロペルト近いのは日本の白川郷ですね。そこと姉妹都市に倒れて、姉妹の町になっている。それからもう日本ではこんな不安定なものはありえないだろうと思うのはあちこちにありますし、現実に崩れかかったドームもありますけども、まあ地震はまあともかくとして多少の揺れに大丈夫なのはやっぱり石が重いということですね。その重さゆえにリランダンスを非常に持っているということですね。これを見てわかりますが、まあ水道橋のですね、代表のとして悪魔の橋というセグビアですね。の脇のレストラン、コブタの丸焼きがすごい。美味しいです。それから一番まあ大きなものではポンデュガールですね。それで大体50キロぐらいのぐねぐね曲がった水路をですね、わずか17メーターの高さで運んでくるということが、1キロ34センチぐらいの勾配しかないんですよね。だから土木工事もすごいですけども、この勾配をちゃんと水準器を通るようになりながら、水勾配を取るっていうことがすごいです。つまり水圧がこう洪水来た時にちゃんと水圧抜けるようになったなと。そういうことです。下の図にちょっと私顔を出してますが、今ここは下しか歩けなくて、昔は上も歩けたんですけど、今下をガイドさんが行くと歩けますので、ぜひ歩いてみてください。から有名な、まあ、ローマパンテですけども、多分たくさんこの頃あったと思うんですが、まあ、地震という実在実験を経て生き残ったのがローマパンテ、43メーターですね。で当時はおそらく今の東京ドームよりも皆さんびっくりしたサプライズの空間だったので、まあ、当時の軽量構造ですね、これはね、いろんな軽量化の仕組みもありますし、何も言って一番感動するのは、やっぱりこのドラマチックな動きですね。上に6メーターのオクルスがありますから、これで時間と季節と天候を全部中にいながら分かるというですね、この効果は本当に素晴らしいと思います。それから何度も地震にあって、でそれを修復したこともすごいですが、ハギアソフィアはなんつってもキリスト教からイスラムに移って、またそれが現代に戻ったというですね、異性者を超えて生き続けたという意味ではハギアソフィアすごいです。それから中に入ると本当に石なんだけど、この空気の泡の中に包まれてるふわふわ感あるぐらい軽い感じがするんですね。ところが一歩外へ出るともう石の塊がこう重層化してですね、いかにやっぱりスラストをうまく取るか。ことに対してね、手前がってことは分かります。それからやっぱり四角に丸を乗せるペンダントっていうですね、ああいうものが初めて出てきたのかな。ドームがだんだん建築化することにも、まあ、当時の技術者の驚嘆するということですね。それから三つ目の有名な礎石像はサンタマリア・デル・フィオールでフィレンツェの像ですね。これもまあ、ブルネルスキーがですね、初めてポンペで施工法を提案して、まあ、作られたというんですが、中の二重壁の中に潜りますとですね、タイルの積み方が非常にうまくできてました。耐震的にも非常にうまくできてるってことに、まあ、驚きますし、ちょっと気がつきますが、なんとなく都庁のタイル張り、都庁の外装が非常にこう似てるんですね、色合いがね。あ、これで来てる、丹下さん来てるんだな、なんと思いますけど。ね。ということで、アンドテンではこんなユニークな3つのドームを同じスケールで作ってもらいます。
茶碗で作って、かわいいですよね。それからタジマハールも、まあ、外観の綺麗さはわかりますけども、今右上はですね、まあ、王様が幽閉されて、住めなくなった。で、奥さんが今映ってますが、非常に愛妻家でですね、その奥さんのためにこのタジマハールを作ったってなる。内観はまた二重ドームって全然違うんです。まあこういう、こんなの奥さんに残せるってのはすごいな、愛情を感じます。ベネチアも皆さん、行かれると思います。私は、一番びっくりしたのは、一つの絵が駅に飾ってありまして、右なんですけど、要するに木喰いで、これ、三輪さんがいるから、この辺の解説してもらうと、本当はいいんですけど、木喰いで年が浮いてるわけで、すごいなと思いますが、もう一つはやっぱり、この町にいてもそんなに匂いはほとんどない。下水なんかどこしてるのかって、当然仕掛けがあるわけですけど、それを一切感じさせないっていうのは、さすが観光都市なんで、そんなところで感心して。それから、昨年です。亡くなられた、三上さんがですね、ウアロクに、訪ねようとしたときに、ぜひ見なくちゃダメだよって言われたのが、ボーベの大聖堂ですね。これが一番、多分、ゴシックの中で一番高いんですけど、その高さの上にさらに塔を作ろうと思って、これ崩れ落ちちゃってですね、今は塔はないんですけども、要するに人間の、実現力ということとさっきの夢ですよね。これがやっぱりうまくいかないときはこういう大きな惨事になるということをエンジニアってのはしなくちゃいけないということを三上さんは言ったと思うので、これも研修旅行で見てまいりました。ということでノートルダムも真ん中の塔がなくなっちゃいましたけども、でもこれはこれも都庁に似てますね。それもね、三上さんね、総統っていうの、やっぱり面白いのは後ろに行ったバットレスですね。これによって内部空間の、まあ、一種の構造空間が外にこう滲み出ていくことがですね、非常にわかりました。僕は右の方の、風景の方はとても気に入っています。それから、まあ、礎石像っていうのは、まあ、当然ある時期は作られながらあるわけですが、まあ、セントポール大神殿はそう言われてますけど、これは実は中のドームがトラスでも補強されてまして、実際にはドーム構造ではないんですが、ただ上のランタンを支えているですね、この三重になっている中 の, この防水状のやつ、これはガウディよりも先に、逆さづりを利用したということで時々話題になりますが、ランタンは中のドーム円錐状のボルトで支えて、ですが外と構造と内装と3つのドームがあるんですね。でこれをですね、今左の絵はミレニアムブリッジですね。まあ、揺れて大騒ぎになって。あそこの朝の通勤の時撮ったんですが、すごい、動的な都市の動きとですね、シンボルのセントポールが対照的な、とてもいいアメリカでした。それと、面白いです。右上はですね、このドームの真下から上見ると、こう、みんな見えるんですよ。一番上はね。これすごいですよ。ぜひ行ってみて。面白いですから。ということで、まあ、礎石像はヨーロッパに、たくさんあるので、日本にはあまりないと思ったんですけども、あるとき、これが九州にたくさんあるということを、が本で分かりまして、岡田先生が大学院の時だったかな、学会があったんで、車でですね、車でですよ。岡田さんが免許取ったばっかりの時にですね、東京から運転して、車で小林稔君とずっと行きました。で、たどり着いて一番やっぱり印象的なのが二つありまして、一つは左のように長崎市内に中島があります。そこへ降りてみますとですね、これすごいんですよ。この四つぐらいの橋がだーっと向こうに見渡せる。なんか、トリップ、時間タイムスリップするような、トリップするような、そういうのが見えました。もう一つは右側の通潤橋ですね。これはローマ時代の、勾配を取ってやるんじゃなくて、一度深い谷に落としてまた持ち上げるという逆サイフォンの原理を、まあ、日本の棟梁、をやったということで、素晴らしい日本の素晴らしい技術です。そういう意味で江戸時代のまだ西洋に開花されない前の日本の棟梁とか石工の人たちというのはすごいやっぱりアイデアマンで技術を持ってたんですよね。で、これ私の故郷の群馬県の赤城山の西麓にある上三原田、高抜けてるな、
上三原田という歌舞伎舞台、一昨年もこれやったの、見に行ったんです。自然木をたわませてですね、それで縄で縛ってプリベンディングを使う。音響も素晴らしいですし、で、終わるとそれをまたほどいて住宅に使う。だからこれを和田先生とに連れて行っていただいたんですね。奈良でやった国際会議の終わった後ですね、大仏殿に入ろうよ。大仏殿何度も行ったことあるって、そういうのやってるんです。軒裏に入るって話でですね、右下の画面のすぐ右に大仏がいるんですよ。大仏が鎮座してまして、その脇に階段があるんですね。何の階段かわかんない。それをざーっと登っていくと、軒裏に行きますと、右上のような巨大な丸太に、まあ、鉄骨で補強されて。これ何言いたいかっていうと、要するに我々見る建築形態って大伽藍のこう代々の体幹みたいなものを思い出させるような市議と大屋根がある。でこれ一種の建築形態なんですけど、それが実はこういう軒裏で見えないところに構造がこう使われている。ですから構造のそういう役割っていうのはこういうふうにそのまま見えないんじゃなくて建築形態をいかに支えるかという、そういうことでも非常に重要だというですね、側面を持っているということを改めて感じます。一方、その構造が本当に出てくるのは今度逆にですね、構造そのものがもう表現としてくるのは、まあ、あちこちに塔がありますが、私が好きなのは薬師寺なんですけども、ちょうど作ってる時に、現場を訪ねることがありまして、4年生たちとみんなで行ったんですが、まあ、中央の心柱ってのはどういう作用するかといろんな諸説があるし、いろんなディテールがありますが、ここでは、くさびを入れて、あるタイミングでだんだんこう外してるようなことらしいんですが、その辺の詳しいことはわかりません。でもこういうようなディテールが見れると。それから右上はこれはまあ、これはもう絶対に描けない絵でして、今工事が終わったんでしょうかね、斎藤の隣に清水建設さんですかね、とうとうですね、あれが完成したと思います。元のものを使って復元したもので、こんなにきらびやかじゃなくて、昔の古色蒼然たるんです。右上の写真は、その、斎藤が建設される前の心柱の穴に水が溜まってる絵なんですよ。で、これ確かに東方の修学旅行でこれ書いてあったと思うんですよね。そういうような、とうとうと斎藤の物語なんです。伊勢神宮はなかなかここ近くまで入らないので、本当は写真を撮りたかったらダメなんですが、まあ、天皇陛下もここまでは近づけないっていうんですが、私この近くまで二度行くことがございました。白石広いっていう20年一度の遷宮があります。で、川口先生からもいつも言われるのは、偽りの社って言って、この新餅柱がですね、実は屋根を支えてなくて、柱の頭にはスリットが、10センチぐらいあるんでしょうね。それだんだんこう20年経つと、こうぴったり近づいてくるっていう。だからつまり構造は、構造らしいんだけどそうではないってこともある。それぐらい、何千年も騙し続けるようなこともすごいんだよってことを、時々思い出しました。まあ、構造の役割というのも面白いなと思っています。で、厳島神社もすごい建物だと思いますが、まあ水のある風景とない風景っていうのはすごく面白くて、右下が水が全くない時に行った絵なんですが、人物がちょっといると思うんで分かると思う。その巨大さが分かりますよね。クスノキですから、本当に3、4人いないと取り壊せないぐらい。で、これがまあ台風だとか地震に全然被害を受けないで。しかも水が上がってくるところ浮いちゃうわけですから、その浮かないようにするいろんな工夫もあるんですね。ですから、ある程度、重りを入れて、石を入れたいですね。それから立体ラーメンが非常にうまく作られてる。これもすごいと思いますね。木は小口がダメなんで、小口の上に必ずこう、水が入らないような小さい屋根をね、かける。これはもう、鉄則です。それから、錦帯橋ですね。これ、お城の上から撮った写真が右下ですが、これはよく、プロの人に言うんですけど、アーチ構造と、アーチ構造でない曲線張りは、間違うと大変だっていうんで、錦帯橋も本当のアーチとアーチじゃない太鼓橋があるということですね。これはまあまたそうだなと思う人と学生さん分かんなかった
先生方に、先生方を聞いてみて。あと、もう一つ、白川郷ですね。これも、やっぱりそのディテール的にですね、まあ地震が来たり、生きて外乱も受けるんですが、しっかり固めると木はやられちゃうわけで、そこはある程度ピンであるし、半合成の縄で縛るというですね、こんな絶妙なセミリジッドなこう接合方法をやるということがですね、これ素晴らしいな。で、コマジルといって一番合掌の下はですね、一番丈夫な木を持ってくるということになっています。1時間経っちゃった。やめましょうか。やっぱり忙しい。あれだけども、そこでどこまで行ったんだ、これ、どっかでやめよう、一心とこまで行っちゃおう。この前だ。あと2枚ぐらいで終わる。はい、ということで、石の話と木の話を、してきましたけれども、次の何枚かはですね、その次のは何が来るんだ、つまり石と木というのは非常に古典的な材料なんですよね。それでずっと何千年も人間の歴史とともに歩ってきたんですけど、次に出てきたものは鉄でも RC でもないわけですよね。その化学なんですね。それが先ほどちょっとお見せした2つのダヴィンチコードの天使と、でダヴィンチコードの方はパリのルーブル美術館を舞台にした、すごいサスペンション、サスペンション、サスペン、サスペンストラです。サスペンション、サスペンドラ。で、天使と悪魔はローマのパンテオとかね、サンタンジェロージもテーマ、すごい歴史的なものです。で、まあ、いずれにしても、この時代に科学がちょっと芽生えてくるのを、とにかく根絶やしにするっていうのは宗教の力ですね。そこで、まあ、暗闇に紛れて科学が生き続けるわけですが、まあ、ですから、地動説をね、やっと認められたなんて、最近の話で裁判所をやっと認めたなんて話もありましたけども、まあ、地球が動くなんてことも言えなかった時代ですけども、でもやっぱりガリレオ・ガリラ、ダ・ヴィンチ、それからガリレオ・ガリレイがですね、引き継いで、その科学の目を具体的な形に見せてきます。一番、まあ、俺にとって大事なのは、1934年でしたっけね、新科学対話っていうので岩波で今出てますが、だから日本が関ヶ原の戦いやってる頃に本ができたと。でここで初めて、まあ、ガリレオが示したのは、まあ、川口先生がよくおっしゃいますこうスケールの問題ですね、とかそれから物が壊れる、まあ、キャンテレバーっていうんですがどうして物が壊れるんだろうというようなことのメカニズムをですね、まあ、解こうとした。それが誰にでも伝わることが変わるんですよ。で、これが最強の最後の、最後ですね。モナリザ。私の空間構造物語ってのは実は2003年で行きましたけども、まだデジカメがなかったんですね。で、全部フィルムで撮った写真を2000枚ぐらい載せさせてもらったんですけども、モナリザの写真も、ルーブル美術館にてというのは、その美術館で撮ったという意味なんですよね。だからそこで、フラッシュを高中で撮れるということで、撮らせてもらったらこれなんですが。で、その、ダヴィンチがですね、今から500年ぐらい前にですね、この、ミラノの、王様から、騎馬像を作れって言われたの、世界一の。それで、そのデッサンなんかを残して、粘土でこう、少し大きいの作ったらしいんですけど、それを鋳造する技術がなかったんで、結局、それを闇に葬られて、全然外で出なくなっちゃったんですね。それを、日本の名古屋がですね、多分、市政100年、100周年だったと思うんですが、どなたかがそれを、発想してですね、それを日本で騎馬像として実現したんですね。これが名古屋国際会議場の中庭に今あるはず。で、これを、私は2001年の ISS の名古屋大会の時に、院生たちとみんなが行った時に撮った写真なんですよ。これが唯一、その空間構造問題の中のデジカメなんです。やっと出たって、これ一枚だけしかないんですよ。
だからそのくらいその我々の周りにあるコンピューターであるとかそういうものがいかに最近っていう、私にとってはね、ものすごい最近だっていうことまだできないわけでもないなと思うんですけど、まあそんなことで名古屋行きましたら、このぜひ見てもらって、で、ここの中にはその芸術と科学と技術っていうものは全部詰まってるわけですね、この騎馬像が。それをちょっと見ていただければいいなっていうんで、とりあえず今日のレクチャーはないからトークですね。ちょっと無駄話が多かったので、どういうことを言うことにしたいか。いいでしょうか。はい。ということで、ということで、今日はなんか初めてなんで、一体何を喋ったらいいかと分かんないかったんですが、まあ、とにかく、なんか構造、の、まあ、安全性という大きな命題に対して、やっぱり一種のクリエイティブな行動とか技術の世界をですね、なんかこう、見るチャンスってあんまり我々なくて、新聞でも何でも悪いことは出ますけど、いい話ってあんまりないんで、今日はこんな話をさせてもらいました。で、この A フォーラムでも、まあ、こういうような企画をいろいろやっておりまして、大変あの印象深いフォーラムをいくつかやってるんですけども、最初にちょっと参加者の方も今日大変な人数で Zoom でいらっしゃるんで、まあ、こんなことを企画したんだけど どんな感じですかみたいなちょっと、コメントもらえればと思うんですが、いろんな人がいてあれなんですが、池田一郎さんはいますか？あ、いる。一郎君どう？さっきちょっとご紹介しましたけども、シアトルの一郎ったらあの有名なバッターですけども、こっちの一郎さんは池田一郎さんって言ってですね、シアトルにも長く住んでまして、ちょっと私一言コメントさせてもらいますと、つい最近ですね、このフォーラムを和田先生の企画で、レスリー・ロバートソンを忍んでということで、ロバートソンが、まあ、有名な方ですけども、ワールドトレードセンターなんかの設計者ですけども、まあ、それを忍んだとてもいい会ができました。で、その時に、私もたまたま松井言語賞っていうのをロバートソンと一緒に第3回にもらったんで、とてもあの懐かしいんですけども、そのロバートソンのタスキリングの事務所に池田さんが、うちの研究室大学院を出てワシントン大学に行って入られたんですよね。それでそんな話をしてもらいましたが、今日一郎さんにちょっと聞きたいのは、その時に本を紹介してもらいまして、で、この間私は和田先生から本を実はもらったんですけども、The Structure of Art。聞こえます？一郎さん。The Structure of Art。ずっと、うん、聞こえない？一郎さんがマイクがオフになってると思うんですけど、ここに。あ、大丈夫。聞こえますか？聞こえてますか？はい、聞こえてます。あ、よかった。それで、あの、その時、なんか、宿題もらったような気がしまして、The Structure of Design。そうですね。っていうのは、どう訳しますかみたいなことが、どっちが宿題になったかわかんないんですけども、そのことと、今日、私はずっとこういう研究会でなんかやりたいことは、ある種、深いつながりもあるような気がするんですが、ちょっと感じたことを、コメントをいただけると、あの本のこともそうなんですけど、今日の話、なんか一言お願いできますか？そうですね、去年の何ですか、初めて安堵省設立シンポジウムナンバーワンから始まって、うん、2、3このような催しに聞かせて話、先生の話を聞かせていただきましたけれど、例えば安堵省、安堵ですか、ANLD とか、あるいは 空間構造というものとか、いろいろ先生の話は分かるんですけれども、自分としてまだどういうのように解釈していいのか分からないというのが正直な話です。で、まあ、一番これまで3回か4回このような
企画に先生のお話聞きましたけど、どういうわけか一番私の印象に残っているのは、先生がおっしゃったポセイドン神殿のところで、それは確か去年の話でしたけれども、衣装はなくなってるけど構造があって空間は残ってるって、その言葉が非常に何か私に強く印象を残して、自分でもどういうわけかわからないんですけれど、まあ、そういうことからしておそらくこの、アーキニアリングという定義というか、それを自分に自分ながらにその分かるということにちょっとなんていうかな、苦労しています。今何時ですか？夜今11時15分。あ、11時もう寝る時間ですね。ありがとう、また参加してください。うん、どうもありがとう。いいえ、どういたしまして。あとせっかくです海外からですね、先ほどちょっと私紹介お話の中に出てきましたけども、トさん、ト先生、台湾から参加していただけると思うんですけど、はい、トさん、お久しぶり。お久しぶりです。どうも、サマーセミナーも含めてちょっとなんかコメントがあったらお話しください。はい、私は大学で構造を教えていますが、学生さんにとって例えば特に初心者、構造の全くわからない学生さんにどうやって構造のなんていうか面白さを有効に伝えればいいなかなと日々考えています。斉藤先生は何かいい方法ありませんか？私がやっぱり一番教えてて手応えがあるのは、こういうやっぱり モデルですね。なかなか実験室でこう物を壊すっていうのはなかなか難しいんですけども、こういう模型を作ることによって物の強さとか壊れ方とか、それからそれが作る構造によって作られる形態とか、なんかそういうものがコンピューターとはちょっと違った形で自分がこう分かったっていうことになると思うんですよね。だから日大なんかはちょっと人数多いんで、なかなか宮里先生なんかも苦労してる。私もずっと50年間ぐらいそれを悩んでるんですけど、まあ父さんのところなんか比較で人数少ないですから、なんかこういう模型とコンピューターみたいなものをこうつなげて、やっぱり分かったっていうことが一番大事だと思うんですね。で、一度分かれば多分コンピューターでこうやってっても自分の世界とつながるんで、そこのところが一番いいんで、で、今日もさっきこれできたばっかりで、作ったのはふもつさんで、初めて構造を作ったんだけど、すごくいろんな意味で分かった。こう触ってみても分かるし、ね、その施工の仕方と。ということなんで、できたらそういう、デザイン的な模型を作るのも大事ですけど、やっぱり構造模型っていうのが一番僕自身はなんかいいかなってふうに思います。はい、ありがとうございます。ということで、ありがとうございます。なかなか会えないんで、また会いましょうね。また会いましょう。はい、これで、じゃあ司会をちょっと私はちょっと後ろに下がりますんで、田村さんに。あ、いてもいいの。はい。それでは、Zoom で参加していただいている方から、今日の講義に対して、質問とか感想、それから今後、講義に期待することとか、何かいろいろご意見いただきたいと思います。それでは、ちょっとまずはこちらから指名させていただきますが、増田陽子さん、いらっしゃいますか？あ、こんにちは。おこんにちは。突然ご指名いただいてちょっと驚きました。こっそり聞いてたんですけど、今日はどうもありがとうございます。田村さん、司会ご苦労様でした。今日は1回目ということで、多分これがイントロだと思うんですけど、これから次回以降がすごく楽しみ
だなと思いながら拝見してました。今日のこのお話はレクチャーじゃなくてトークですっておっしゃったんですけど、なんか一つ一つの写真でそのなんか構造の説明を聞きながら、そこに先生のそのちっちゃなプチエピソードみたいなのが混じるので、もっとなんか生き生きとその建築についてあの感じることができて、こういう講義はそういうところがすごく魅力的だなと思いました。先生がちょっと映ってらっしゃったり、そこに昔の懐かしい方の顔が見えたりとか、そういうのがすごくいいなと思いました。で、今日はいろいろ歴史的な構造物見せていただいたんですけど、なんか日頃設計をしてて自分でオリジナルな構造を考えたつもりでも、よく考えてみればもうすごい古典的なシステムを使ってて、それを単にコラージュしてるっていう、だからやっぱりその本当に古典から学ぶことっていうのは多いので、そのシステムのその原理を学ぶっていうのも本当に日々身に染めて感じてますので、こういう機会にまたそういう原点に戻れるような勉強ができるっていうのはすごくありがたいです。これから参加させていただきます。なんかこれ以降のちょっと予告編みたいなの、例えば次回はこんなものって言ってもらえたら、なんか楽しみが増えるなと思うんですけど、これからどんな、なんかそのビジョンみたいなのが終わりなんでしょうか。先生お願いします。はい、最初にもちょっとお話したんですけども、この研究会はなんか2つのフェーズがあって、パート1っていうのはひょっとしたら増田さんの出番があるかもしれないんです。声をかけてですね、そういういろんな方に参加する場面を作っていきたいと。で、例えば次回のパート1の第1回っていうのは10月の4日でしたっけ、はですね、2日か。また後で言いますけども、それはたまたま今、私自身が興味持っている、鉄のデザインっていうんでしょうかね、その共通のボキャブラリーを持って、最近、静岡で作られました、岡田聡さんのちょっとしたガレージなんですけども、とてもよくデザインされた、で構造は大阪の構造設計の方ですけども、それをこの間見に来まして、とても面白かった。でそれをファブリケートしてるのは高橋工業の社長自らやってるということで、社長も多分オンラインで参加してくれる。そうですか。それからもう一つはもう前々から見たいと思ったんですけども、かつて海斗工房で小西さんがやられた、石上純也さんの展示がありますよね。はいはい。小西さんも今回関係してはいるんですけども、実際に最終的にやったのは佐藤淳さんなんですけども、その海斗広場という鉄板の薄い鉄板を50メーターぐらいのものを作る。ということで、2つの鉄の使い方みたいのを1つの共通のボキャブラリーとして、お三方でやってみよう、もらおうかな。とかとかですね、そんなことを、これからやっていきたいと思いますので、私がぜひやって、ここの話をしたいとか、この失敗談も成功談なんか話してみたいとか、あるいはお仲間がいたらこういう人とやってみたいの、皆さんの声をむしろこれから拾い上げながら企画をこう、皆さんの実行にするやっていきたいと思うので、聞くだけじゃなくてぜひ出番があるということもしてみたいと、これは最近私やってるよってことをぜひ情報をいただけると私も見に行っておりますので、ということで参加型にしたい、それがパート1です。でパート1っていうのは今言ったように、やってみると今私学生時代にやった、あるいは坪池でこう勉強したこともあり、振り返って資料なんか集めてみますと、出てくる資料とか文言がですね、今の時代でも全然古くなってないコンセプトがいっぱいあるんですよね。そうですね。だからこの間船の体育館ももう本当にいろいろ勉強させてもらって、はい、岡本剛さん、郷さんの計算書なんか800ページもある、すごいですよ。それ手書きで全部書かれててですね、どうやってこれを解析計算したかってもう読み取るだけでも大変ですし、なんかそういうことがですね、意外と我々知らないこともいっぱいある。だから先人の
ただ、あの我々はそこから、あ、そういうのがあるねってだけじゃなくて、当時の皆さんが考えたことをなんか共有できるってことはすごく勉強になるなと思って、そういう意味で私自身も勉強していきたいなと思う。そうですね。はい。まあ、参加していただければ。はい、どうもありがとうございました。お願いします。またありがとうございます。ありがとうございました。何の様ですか？あの連休でちょっと大阪に来てくれたので、なるほど。もう、オッケーオッケー、はい。ありがとうございます。それでは次に、佐藤琴文さんいらっしゃいますか。佐藤さん。あ、こんにちは。どうですか。斉藤先生、今日はありがとうございました。いや、あの、参加していただいたり、いえいえ、あの非常にこう興味深く、あの今までの、この斉藤先生との25年、30年ぐらいをちょっとこう振り返る機会にもなりました。今ちょっとだけチャット欄にあの書き込ませて、いただきました。もしよろしければ皆さんも共有しながらちょっと私あのコメントさせていただければなと思ってます。まあ、今日の、レクチャーそのものもですけれども、まあ、斉藤先生の何かこう日常あるいは身の回りのものをこう楽しむ感覚、それからそれは、日常生活の中で先ほど、静岡へ見学行ってきたよっていうものから、まあ、古代遺跡まで含めて幅広い今日のこう前段の話ですね、まあ、そこにはやっぱり、どんなものをもこう見つけたら駆け出していっちゃう斉藤先生の好奇心みたいなものが非常に重要かなと思って伺いました。で、まあ、ただそこで、見て楽しむだけだと観光に終わってしまったり、それからまあ、なんていうんですかね、そういう物見遊山的なもので終わって面白かったねと言って終わってしまうんですけれども、やっぱりそこで、エンジニアの目というか斉藤先生のやっぱり本領が発揮されて、観察するところからあるいはそうやって見学するところから、次はこうやっぱりそこにどんな仕組みがあるのかっていう、その見抜く力とか目みたいなものがこう非常に重要であることを、まあ、改めて気づかせていただいていて、まあ、あのいくつかの今日の、木と石の歴史の中でも、木と石の、ものの見方みたいなものを、まあ、これはスラストが大事だよとか、四角いものの上に丸いものを乗せる、まあ、そういうふうに、遺跡あるいは我々が生活している都市をもう一度見抜く力、その何かこう読解の、楽しさみたいなのも今日、拝見することができました。でさらにまあそこから、やっぱり想像するもの、あるいは建築家、構造家として新しいものを作る際には、そこで読解されたりあるいは見抜かれたエンジニアリング、科学みたいなものが絶対に必要で、それをこう適用することによって新しいものがこう、まあ、常に作られていくというか、そこに、その、ルーティンワーク化しない、新しいものへのこう視点、エンジニアリングの介在みたいなものが、まあ、常に必要だよっていうことを改めて今日、先生のお話から、学ぶことができたというのは、まあ、いくつになっても、学びはあって、あの先生から、いただけるものはたくさんあるなということを、改めて感じた次第です。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、なんか涙出そうな話でちなみにあのさっきご紹介した空間構造の中、初めての私の本で、あれも彫刻者と20年近くやってた、動かなかったんですけど、加藤さんと唐戸市場で現場をやった時に一杯飲んだ、はい、その酒の勢いというか、加藤さんの素晴らしい魚を押し当たったんで、世の中に出ることができたんで、大変それが出発点になりました。ありがとうございました。加藤さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。それでは加藤さんなので早稲田つながりで、あゆべちゃん、あゆべちゃんお願いします。呼びました呼びましたすみません、はい、です。あのこんにちは、斉藤先生あの田村さんもご司会ご苦労様です。ありがとうございます。
いや、私は今日はって言いますか、この研究会はですね、まあちょっとまあいろんな新しいトピックスとかですね、まあちょっといろいろとまあ話を聞きたいなと思って参加させていただいております。まあ実際私も今ちょっと大学の方にいるものですから、まあ斉藤先生が今日講義していただいたようなですね、まあ要するに構造とはねって感じのことは、まあ授業ではやるのですが、まあそういう、まあ斉藤先生がやはりその、僕は見てて思ったんですけども、やはりその、教えてるにしても、やっぱりその自分で見てるものってやっぱ違うなって感じがしますね。斉藤先生、いろいろ海外行かれて、実際に見て、スケッチされて、そういうものを見てるのがあって、まあ僕の場合、どちらかっていうと、まあ写真、海外の場合なんか特に行ってないものが多いですから、まあ写真とかで見て、こんなんだよとかね、まあその話はするんですけど、まあそういった新しいって言いますか、古きを温めではないんですけども、まあそういうこともですね、まあこういう研究会の中で勉強して、また次の世代に伝えていけたらなというところではあります。なんか簡単ですか、まあ一つのところで。いや、大須田も、あれは、小林さんがね、前、我々仲間でいたんだけども、今学会でサマーセミナーなんかも、ちょっ と、なかなかリアルにできなくなったんだけど、早部さんが言ったら、なんか早稲田が変わりましたよね。そういう、まあ、そう言っていただけるとありがたいですけども。やっぱり、荒谷さんが悪いっていう意味じゃなくてね、やっぱりその先生の、パワーっていうかな、エネルギーっていうのは学生すごい触発するんだよっていうの非常に、感動しましたね。また引き続き、いやいや、マスターをよろしく。はい、頑張らせていただきます。ありがとうございます。それでは、すみません、ちょっと私のボスなんですけど、金箱さんお願いします。はい、斉藤先生、今日はどうもありがとうございました。あ、どうも。この間ありがとう。ベンチヒッター、本当にありがとうございました。うちのスタッフの田村が、なんか司会を仕切っていて、成長したなという、不思議な、今、感銘に。いや、金箱さん、来る人はどんどん成長してるじゃないですか、次から次へと、どんどん成長。いや、で今日のお話ですけど、まあ、今まで斉藤先生のお話はたくさん聞いてるし、本もたくさん読んでるし。と思ってたんですが、新たな発見がありましたので、ちょっと最初にそのお話をさせてもらうと、最初の方でですね、その空間と構造のこう対比っていう話がありました。でその時に斉藤先生は、普通は建築と構造の対比だよねって言われて、あ、確かに僕もなんかいろいろレクチャーする時に建築デザインと構造デザインをどうつなぐかみたいな話しょっちゅうやるんですけども、でそうではないというのが非常に新鮮なのと、その後その建築空間と構造空間っていう言葉なんですけど、僕の記憶では斉藤先生の、言葉として聞いたのは今日が初めてのような気がしたんですけども、いや前から言ってたんだよっていうことなのか、ちょっとそれは後で教えていただきたいなというふうに思いました。それからですね、まあ過去の建築からいろいろ学ぼうっていうことはその通りなんですけれども、まあ、僕としては今日の事例の中で、まあ、嬉しかったっていう言い方変ですけども、東大寺の大仏殿とか、伊勢神宮ですね、つまりなんかその空間構造っていうと、まあ、一般的に言うと構造がこう見えていて構造そのものが美しいみたいなところの話に終わってしまうと、ちょっとやっぱり建築取り扱う世界が狭くなってしまうので、まあ、建築を支えている構造体が見えないけれども、そういうものもやっぱり評価できるものは評価するんだよっていう、まあ、そういう観点でこの、空間と構造の在り方っていうのを考えていくっていうふうに、まあ、私の希望としてはぜひというか、自分がやってる設計がそういうものが多いっていうことも、まあ、田村がうなずいてますけどあるんですけれども、まあ、そういうふうなところまでこう広げて話ができると良いのかなというふうに、今後の、まあ、経理研に対しての、要望ということで述べさせていただきます。で先ほど その建築空間構造空間はちょっと斉藤先生教えていただきたいところです。さすがですね。さすがです。まあ空間構造っていうのは、まあ、私自身が
自分の一つの大学に残ったっていうこともありますし、まあたまたま坪井研にいて代々木と出会ったっていうことが一つの、まあ、天命みたいなことがあるんで、まあ、それをずっとやってたっていう、それは私も一つのテーマだと思っているんですよね。ただまあパート1とパート2を作ったという意味は、今金本さん言われているように、やっぱり建築家のそういうやりたいものをどう作るかという、その知恵の出し方ってもちろんすごく構造デザインの核心ですから、そういう話は当然パート1の方でたくさん やりたいなと思ってるんですよね。ですから多分金子さんもそのうち出番がかかっちゃうんで、一つよろしくお願いしますということをお願いしたいのと、それと田辺邦夫さんはですね、私の、まあ、2級下なんですよね。で、学生の時から私も結構生意気だったけども、私よりもまた一段生意気なところがあって、まあ、行動研究会っていうのがあって、私はそこで結構学生の時からあったんだけど、田辺さんも当然入ってきたんで、それで学生の時からなんだかんだ議論してたんですが、彼が木村さんと行ってすぐですかね、あれだったと思うんですけど、やっぱり自分の方向をなんか少しいろいろ議論していきたいっていうことがあって、相原さんと言いましたよね。はい。それで、構造設計集団を取るか SDG を取るかの話みたいなあった時もあるんですよね。どっちの名前を引き継ぐんだっけ。ということで、相原さんと私と3人で、当時はお金ないから夜な夜なじゃないですね、昼間かもしれないけど、アパートかなんか行って議論を結構したことあるんですよ。で、その時にやっぱり構造計画とかってそういう話を、青臭い話をしてたんですが、その時に結構出てきた言葉は構造空間って言葉だったんですよね。で、多分渡辺さんもだからそう使ってるんじゃないかと僕は思うんですけども、僕は結構ね、あっちこっちでカラムとかそういうのや書いたような機能するんですけどね。ただ、あんまり公に言ったら初めてかもしれないですね。ただ私の意識としては、やっぱり構造空間っていうのは渡辺さんとやっぱり議論してる時から、なんかそういう構造がこうイニシアチブを取りながらやる世界をなんか作ろうねみたいなことをやってた記憶があるので、スタートはそういうあたりからかなり意識してたのが事実ですね。ナベさんはこれ絡むとかすごいね、ね、ナベさんの声で絡んだ話はどうなるかね。はい、答えにならないですか、そんな思い。ありがとうございました。はい、それでは、ちょっと先生の講義の中でもお話があった小沢先生、うん、小沢先生お願いします。あ、小沢です。いつも楽しい話ありがとうございます。岡田先生、どうぞどうぞ先に。どっち？和田先生どうぞ。私でいいの？まあ、すみません。お願いします。はい。斉藤先生が日大の大きなホールができたからか、もっと前だと思うんですよ。どこに和田さんどこ？あ、自分の家に。あ、これは、この建物は、アマゾンスフェア。シアトルにあるんですけど、一人だけ特別に入れるかと。アマゾンの人がなんか悩みがあるとこう言って考える。初めて先生の話をこう今日みたいな形で聞いたとき、なんか山の登りをするときに、雨の後にこう岩がツルツルして、まあ、滑って起こしそうになったり、まあ、そういう実感っていうのと、まあ、構造設計で自分の作ってるものが、まあ、本当にどうなるのか、一生懸命想像っていうのは、イメージするっていうか、そういうのが大事だっていう話聞いて、なるほどなと思って、いつもその話を、まあ、ちゃんと斉藤先生から伺いましたっていうことで、みんな学生は想像力がないって、クリエイトの方ですけど、いきなりクリエイトな人間なのは大変だけど、ここに集まったら人々はどうなのかとか、まあ、いろいろ地震が来たらどうなのかとか、大雪が降ったらどうなのか、何でもいいんですけど、まあ、建物ができた時のみんなの感動とか、それをいかにイメージするかっていうのが大事だっていうのを話をしてくださったことがあって、
いいことだなと思って、だけどあんまり今日、そのイマジネーションとクリエーションの話は特になかったんですけど、何かみんなに言いたいことがあったらちょっと、もう多分30年以上前に伺った話なんですけど、よろしくお願いします。今日はなんかこう、どういう話をしようかっていうこと自体がとても難しくて、今日学生の人たちも何十人か聞いてるんで、やっぱりこの A フォーラムっていうのは、若い人となんかつながるプロっていうんでしょうかね。その将来エンジニアを担うような人、元気な人が出てくればいいってことをいつも、和田先生、神田さん、神田先生、三輪さんたちと話してるんです。若い人にどういう話を最初にこうしていけばいいかっていうことで、シリーズで今こうずっとこれからやっていこうかなっていう話なんですよね。だからそういう意味では、今和田先生に言われたことっていうのは、実はその、この研究会の中であっちこっちで出てくることなのかなと。で、その根本となるのが、とにかく決まったものをやれっていうことじゃなくて、やっぱり、エンジニア内にやっぱりその行く先を想像したり、壊れることを想像したり、あるいは新しいこう可能性を想像するっていうことはすごく大事で、なんかそれは一番まあ伝えたかったことは、コンピューターがあればそういう新しい想像ができるというものではなくて、過去の人たちは何もなくてやったって、それに対する何だろう人間力みたいなことを若い人に伝えられればいいかなっていうのは今日は一番あって、なんかそういうことをいざなって、でコンピューターはやっぱりすごいパワフルで武器なんだけど、やっぱりそれにやっぱり人間のそういう思いっていうのかな、そういうのがあるともっとすごい素晴らしくなるんじゃないっていうことを一番伝えるに、そのためには昔の人の話を少しするのがいいかなっていうことで。とりあえずスタートしたんですよね。はい。はい。はい、続きのレクチャー楽しみにしてます。ありがとうございます。先生、ありがとうございます。それでは、小川先生、お願いします。小沢でよろしいですか。はい、小沢先生お願いします。すいません、ちょっと出しゃばってしまいました。ですね、斉藤先生の話も何回も伺ってるんですけど、もう改めてですね、なんていうか、先生の、経験とか知識はもちろんそうなんですけど、その構造とか技術とかエンジニアリングに対する、好奇心というか愛情というか、もうそれにちょっと改めてちょっと圧倒される思いがしました。で、今日のお話で、特にやっぱ印象的だったのは、前にも何回か伺ったんですけど、芸術、技術、科学、工学に、分けられるって話が、非常に印象的で、特に技術と工学ってのは、なんかこう、違いが、分かるような、分からないような、なかなか難しいところなんですけど、私の理解ではその工学はどちらかというとその、少し普遍的な価値とか真理みたいなものを追求していくのが工学で、技術というのはもう少しこう人間とか社会に寄り添った人間にこう、近しい存在なのかなという、そういう理解で聞いてました。で、それで例えば私も今芝浦工業大学って大学で勤めてますけど、我々がこの大学で教えてるのは工学なのか技術なのかどっちなんだろうなってことをちょっと考えながら聞いてまして、で、大学の名前は例えば芝浦インスチュートオブテクノロジーなんですけど、もともと建築は我々の学科があったのは、ファカルティオブエンジニアリングで、結局テクノロジーなのかエンジニアリングなのかどっちなのかなとか思いながら聞いてたんですけど、ただやっぱりなんかテクノロジーにちょっと寄ってるというか、いう気がします。少し偏りすぎてると、先生の話を聞いてるとですね、とにかくエンジニアリングとか、それを作ったエンジニアの人たちへの愛情というか、それが非常にこう印象的で、やっぱり私自身も今日紹介いただいた本を書いたりとか、そういうエンジニアリングとかエンジニアになるべく伝えていこうとは思ってるんですけど、
でもまだまだそういうちょっとエンジニアにとかエンジニアリングに対する視線っていうのがまだまだちょっと足りてないかなという気がしました。まあ、よりそこを、まあ、力を入れて伝えていければなというふうに、改めて感じました。で、まあ、今日の話もですね、ぜひ、まあ、先ほど話出てましたけど、学生に本当に聞いてもらいたいですけど、うん、ちょっと今私が知ってる名前を見るとですね、ちょっとおじさん以上ばかりというか、あまりそのちょっと若い、うちの研究室の学生にも随分声かけたんですけど、ちょっと名前を見当たらなかったですね。ちょっともったいないので、改めてちょっと声をかけていきたいなと思ってます。今日は本当にありがとうございました。この後もまたいろいろ楽しみにしてます。いや、とてもいい質問というか、私は悩ましいところなんですけど、さっき冒頭に内田先生の話をちょっとさせていただいたんですけども、内田先生もですね、僕が今日言った話とちょっと違うなといつも思ってたんですけども、僕は僕の今日の話のもうちょっと補足すると、まあ、科学は皆さん多分分かってる、まあ、矛盾のないことを伝えるから、うん、まあ、普遍的な一つで、工学というのは僕はやっぱり何だろう、一つのツールっていうかな、その時代その時代で進化してくる、まあ、素材であるとか工法であるとか設計のツールとか、うん、だからそういう時代に一番こう使っていけるような共通のね、道具とか手段で、技術っていうのはやっぱり術だから、僕はこれはね、術なんですね、企て方というかね。だからこれは人間のやっぱりそういう科学とか工学を踏まえた上でどういう術が出せるかという、まさに、まあ、柔道みたいなものかな。だから そこではないかなと。で、内田先生は技術というのはその時代その時代で変わっていくもんだっていう言い方をするんですけど、僕は逆で、工学っていうのは変わっていっていいんじゃないか。時代にね、最も有効なものっていうのがどんどん変わっていくの。でも技術っていうのはそういうものじゃなくて、やっぱりソフトだと思うんですよ、基本的には。そういうものをいかに使って、いかに求められることに対して対応するかという、そういう術だと思うんですよね。だから ING がついてる。うん。だから、ING つくってことは、やっぱりその人の個性もすごくあるし、その人の判断も入るし、時には間違うこともあるし、それが人間にすごく近いものだ。だからその技術ってのはやっぱり学校ではなかなか教えられないんじゃないかと思うんですよ。さ、やっぱり一生かけて、エンジニアがそれを磨くということだからこそ面白いわけで、だからエンジニアのやり方っていうのがある。そういう意味で ING がついてるという意味では、ちょっと私、一夜線違うんですが、考え方としてはそんな感じで、芸術と技術が意外と近くて、で技術の、まあ、下っていうか、技術が共有できるものに科学と工学がある。それをいかに利用するかというふうに考えたいの。今のところは、そういう整理してます。うん、ただ、英語になると難しくて、やっぱり工学とテクノロジーで、やっぱり技術とエンジニアリングっていうふうに訳したいと思うんですよね。だけど、時でも、エンジニアリングって長ったらしいから、テクノロジーって言ったら、意外とかっこいいんで、テクノロジーって言ったりするんですけども、そうするとイメージとテクノロジーって言いやすくて、IT ってなったりね。その辺はちょっと曖昧なんで、それはまあ皆さんとまた、それぞれ議論しながら、そうだねっていう共通点が見つかればいいな。今と僕の考えてそんな感じです。なるほど。エンジニアリングは、まあ、教えるものじゃないっていうか、自分で考えながらこう身につけていくものだったのは、まあ、本当にそう思いますし、まあ、一緒にそうですね、考えていけたらと思います。ありがとうございました。どうもありがとう。いや、いい質問だな。ありがとうございました。それでは、神田先生、お願いいたします。私ですか。はい。どうも、楽しく拝見聞いてます。斉藤ワールドが
スタートした感じなんで。何度も同じ話ばっかりで。すみません。いや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 、とんでもないです。まあ、今もその技術とか科学とか、衣装とかイメージとか芸術とかいろいろあったんですけど、やっぱり建築って総合体ですから、大学で教えるっていうのは、まあ、どうしてもこう科学的な見方とか分析していくとかいうことになると、どうしてもこう縦割りになってしまう。でその縦割りっていうのは今のその建築だけじゃなくて日本社会全体の問題とも共通するところがあるなとか思ってたんですけど、ちょっと斉藤先生に向こう張ってじゃないんですけど、内田先生から手紙を おはがきをいただいたのをちょっと共有できたらお見せしちゃおうかなと思ってんですが、見えますか？見えますか？見える見える、いいね。今年僕がちょっと本を出したその お礼というかはがきをいただいたんですけど、これ今年の2月だったかな、決心もついてますね。2月6日かなんかの決心が最後の、手紙なので大事にしなきゃと思ってんですけど、まあ、今日は設備の話はあんまり出ませんでしたけれども、やっぱりその技術がいろんなところでこう縦割りになってしまってるのが建築基準法が縦割りだからだというふうに言っていただいて、実はまあ東京大学なんかも、まあ、ここであんまり大学の悪口言ってもいけないんですけど、やっぱりそれぞれの分野のそれぞれのトップになっちゃうので、他の人が何やってるかっていうことはどうでもいいみたいなところがすごくあると思うんですよね。だけど出来上がる建築っていうのはそういうものじゃない、全体で初めて成り立つものなので、まあそんなことを今日感じながらまた話を伺ってました。最後のこのアーキテクチャを建築と訳した先輩たちに感謝していますというふうに、書き加えられてるんですけど、まあ、これはどういう意味なのか僕はちょっとよくわからないので、またもう少し考えてみようと思ってますが、まあ今日まさにスタートだと思いますので楽しみにしております。ありがとうございました。ありがとうございます。後でこれぜひもう一回見せてください。で今の話で設備の話、やっぱり内田先生すごい設備に対してる思い入れっていうのは強くて、私の手紙の最後もですね、たまたま有明の雑誌を、有明体操競技場の本を送ったらですね、先生一番言われたのは、建物の中に設備を抱き込んでどんな洪水が来ても大丈夫なとこちゃんとストラクチャーで包み込んで守って、しかもそれを全体の空間作りにやってる、さすがだね、いいねって、それ私考えたんじゃなくて日経の人が考えたんですけども、そういうふうに設備のどこにその建物にあるかってことに対してものすごい興味持ってて、そこを一番評価してくれたんですね。だからそういう意味では内田先生はある意味では何だろう、そういうアーキテクチャを一つの生命体みたいに見てるような感じもすごくしますね。だから内田先生の包括的な見方ってまたどっかでお話できたらいいと思います、ね、ありがとうございます。ありがとうございました。学生若い人なんか、ね、おしみさん、私誰ですか、うん、いや学生と思う、あ学生任せるしか、あ、わかりました。これ今私のこと言ってますね、だからちょっと指名になっちゃうんですけど、岩田さん今いますか。岩田さん、今日の率直な感想でも、うん、感想でいい。岩田アスカ、アスカちゃん、アスカちゃん。はい、岩田です。こんにちは。貴重なお話ありがとうございました。はい。少しお聞きしたいんですけれども、はい。去年斉藤、あ、一昨年斉藤先生が私たちに向けて空間構造物語の教科書について、うん、講義を行ってくださった時に、うん、本を作る上でその写真は自分で撮りに行ったり、うん、そこの各所の絵を載せることを意識したみたいなことをおっしゃってたと思うんですけれども、ちょっと抽象的な質問で申し訳ないんですけれども、この KD 研を開催する上で、なんか先生が毎回なんかこういうのは
絶対に自分の中でやりたいみたいなモットーみたいなのがあれば少し教えていただきたいです、うん、まあいい質問だけど難しいね。あの一応ね15回ぐらいやろうかなってリストを作ったこともあるんですけども、今日聞いて分かるように第1回 やっただけで全然オーバーフローしちゃって、あのやり始めると昔の資料とかそれから昔の写真なんかも含めて思い出すことがいっぱい出てきちゃうんですよね。それでそれがその思い出とかそういうこと以上に、なんで この時代が時間経っても同じことを考えてるんだろうかとか、そういうなんだろうことにこうすごく驚いて、でどういうふうにそれはこうまとめたらいいかみたいなことがどんどん出てきちゃうんですよね。ということは、あれイタリアっていうとやっぱりその時代その時代に学生諸君も生きてたと思うんだけど、僕自身の学生時代を振り返っても学生時代にこうやったこととか考えたことが今もこうそれを栄養分として生きてるなって感じがすごくするんですよ。だから何かの経験、学生時代の経験とそういうものってのはすごく大事にしていきたいし、やっぱりその人生もそうだけどずっと毎日毎日がつながってるなって感じがすごくあるんで、僕は結構年配に見えるかもしれませんけど気持ち的にはみんなとほとんど同じことで毎日勉強することばっかりどんどん増えていく。そういう意味では楽しい。だからそういう意味では何だろう、さっき加藤さんがちょっと言ってたけど、やっぱり自分の好奇心、面白いことは何だろうっていうことに気づいたり、それをこうなんだ辿っていくっていうことがすごく一番大事みたいな、だからそれをこれから辿りたいなと思います。はい、はい、ありがとうございました。楽しみにしてます。お願いします。 ありがとうね。ありがとう、ありがとうございます。私の方からもう一名指名させてもらいますね。そしたら中園君とかどうでしょう。言ってない。はい。佐藤総こんにちは。はい、こんにちは。本日はありがとうございました。かっこいいじゃない、後ろは。イギリスの。はい、後ろはエデンプロジェクト。エデンプロジェクト。行ったぞ、俺。はい。斉藤先生はいろいろな場所を巡っているといらっしゃると思うんですけど、その際にどういったところにを重視して見られたりするんでしょうか。空間だったり建築だったりを見るときに、そうですね、相手にしていることってございますか。今日見てもらったいくつかの昔の場合写真っていうのは、僕らさっき写真の話もしましたけど、本を作ったときにデジタルカメラなかったですよ。はい、ね、デジタルカメラないってことは当然スマホもないし Google もないし、だからなんかどっか見たいなと思ってもそれが本当に今あるのかどうか、それからそれが一体どこにあるかっていうのは分かんないんだよね、何もね。だから今だったら多分数時間でたどり着けるところってのは多分何日もかかったりするわけですよね。けど今考えるとそういうふうに簡単にパッと言えなかったことが記憶としてはすごい濃厚になってて、なかなかたどり着けないっていうことがすごくある意味で良かった。だからあるとこ行きたいなと思うと、もう1年前とか何年かかけてやっと言えるとか、それからあそこ行ったらあれがあるかなみたいなことをずっとこう思ってると、なんかのついでにこういけるんですよね。だからそういうふうになんかこう自分のそのいろんな貯金箱みたいに作っといて、こういうとこあった機会が行きたいなっていうとかの持ってるといい。で、そういう時間かかるってことは逆にそれに対して本を読んだり、そういう機会も設けられるんで、逆に簡単にヒュッて行っちゃうと、ああ、見ちゃった、おしまいになっちゃう。だから、で、スケッチするなんてもう、結局スケッチ、今はとてもできないし、普段現役の時はできなかったんだけど、
たまたまそういう時間があったからスケッチしたんだけど、今思えばそういうスケッチしたその景色ってのは今全然忘れてないけども、デジカメでシャシャって写真撮ったっていうのは結構忘れちゃうんだよ。だから案外こう、苦労したり、時間をかけて何かを本当に自分がやりたいことっていうのはやっぱり、じっくり やるといろんなチャンスって生まれると思う。はい、もう参考になるんですけど。参考にさせていただきます。ありがとうございます。彼女もそうだよね。時間かけて、やっと手に入れた。これはお趣味に言ってるもん。ありがとうございます。最後に、皆さん、面白いです。面白い。ちょうど4時。ちょっとだけ、みんなに聞きたいんですけど、はい、いいですか、斉藤先生だけじゃなくて、さっきの東大寺の鉄骨で支えてるのに、まあ、一緒に行って感動的だったんですけど、もし最初から世界で一番古い木造を作るときに鉄骨技術があったとして、みんな一般の人は木造だと思ってるのに実は鉄骨で支えてるっていうのを最初から作ったら、やっぱりフェイクって言われると思うんですよね。それでこの前、京都の迎賓館に行ったんですけど、一番広い部屋の入り口に、襖がずらーっと並んでる鴨居っていうんですかね。それが15メーターか20メーターぐらいあって、説明する人が途中に柱があると邪魔だから上から鉄骨で吊ってんですって。だけど見てる人はみんな、なんか木造の日本の家屋、日本のそういうのに木でできてると思わせて、実は後ろから引っ張ってるとか、まあ、最近そういう建築が多いんだけど、僕はあんまりフェイクだから好きじゃないんですけど、今日の参加者の中にも後ろから実は鉄で釣ってんですよなんてことを自慢げにやる人も多いんだけど、いいことかどうかちょっとすぐに答えなくて。斉藤先生、お仕事一番悩んでる。そういう仕事は僕のところには来ないから。お仕事さんが日見で頑張って、なんか感想を言ってください。もう、あの、先生のおっしゃる通りのところもありつつ、あの、ちょっとまあ、あの、回答としてそれてしまうかもしれないですけど、やっぱり今日、あの、斉藤先生からあのお話のあった、でまた縦糸横糸っていうところで縦糸の、まあ、技術っていうものは切れるものがなくてずっと昔からあるっていうところの昔からある技術を応用して、まあ、現代の設計っていうのはどんどん進んでいくと思うんですけど、その上でやっぱり過去にあったものをアップグレードではないですけど、過去にはできなかったものっていうものを実現させるという意味で、今和田先生からお話のあったような裏で突っ張ったあの対応するとかっていうようなものを、まあ、どう考えるかっていうところはあるとは思うんですけれども、あの、ちょっと回答にはならないですけど、小田先生のおっしゃるとおり、古き良きものもしっかりと引き継ぎながら、あの、こういうことも可能だけど、やっぱり、まあ、それこそビルディングタイプにもよると思うんですけど、まあ、建物の用途としてないしは存在として、ここは大空間のスパン割りじゃなくてもいいものっていうものは、その古き良くものを継承しながらやっていく必要もあると思いますし、その一方で、やっぱり大空間を作っていくべき空間っていうものは、昔のものよりを少しアレンジしたものでっていうところで、少し、あの、岡田先生のおっしゃってる、の裏でやってて少し不合理だっていうところも、理にかなう空間もあると思うので、そこは、使い分けかなっていうところですよね。ちょっと回答になってるかわかんないですけど、肝に銘じて今後頑張っていこうと思います。ただ今、あのね、僕さっき美しさと合理って言葉をちょっとテーマで挙げたけど、その合理的ってのは何かっていうこともね、実は深いんですよね。何が合理的かって。合理って。あの、例えばお客筋にどう合わせるかっていうのも一つの合理というふうに見るし、それからやっぱり施工を考えて、この空間を実現するためにはどういうことをやっているのもゴールです。だから、その、一つ、こういう道、私がさっき言われたのは、すごく純粋な形でのこう一つのゴールっていうのは、いろんなゴールがある。
ただそれをある程度自分がやってるっていうことの認識は必要だろうということだと思うんだよね。何のためにこれやってる、うん、だからそれは全然ハードルなしでやっちゃうんじゃなくて、これはこういうために今やってるんだみたいなことがとても大事で、合理ってことはね、すごく 今の時代難しい。ただそれを認識するってことはある種はなんだろう、エンジニアにとっては大事だっていうこと。そうそう、おっしゃる通りですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では最後に、横山の岩さん、お願いします。大丈夫です。あ、聞こえますか。すみません。今日、ここの会場へ来させていただいて、この運営の臨場感を味わえてすごく良かったなと思っています。司会の方も、また先生の講師の皆さんが頑張って先生盛り立てようとしている、雰囲気がすごく良く伝わりました。とても嬉しく思いました。このフォーラムの先ほどの時から私もお手伝いさせていただいてて、やはり、若い方へどう発信をできて、この構造技術、というところ、エンジニアリング、というところがもっともっと面白い、思っていただけるような場所になっていただければなということが一つの大きな、きっかけでございました。そういった中で、今日まずプロローグでしょうけれども、斉藤先生の お気持ちの入った講義、とても素晴らしかったなと思っています。また先ほど学生さんからストレートな質問も入ってきて、このなんていうかな、これが続いていくこと、また小沢先生も言っておられましたけれども、学生さんたちにもっともっと拡散していくととてもいいなというふうに思っております。この会がですね、より発展していって、また一部の方もですね、もっともっとまた面白い、なんていうんですか、ダイナミックな議論になりそうな感じもしますし、また今までの A フォーラムのパネルディスカッションとは違ったですね、アクションができればと、非常に楽しみに思っております。皆様方にもっともっとたくさんしていただけるようによろしくお願いいたします。以上でございます。ありがとうございました。それでは、KD 君のお知らせをちょっともう一度させていただきます。次回は10月2日土曜日で、今日の先生のお話の続きから始まります。1960年頃、構造デザインの手本というタイトルでお送りしたいと思います。それから第1回の方が、10月30日。パート1の方は10月30日に第1回、テクノデザインというのを企画しています。KD 研への参加なんですけれども、研究会への登録は、希望者は A フォーラムまでメールでご連絡ください。それから研究会の視聴なんですけれども、Zoom と YouTube で配信しています。Zoom 参加は申し込み制で、KD 研へ登録いただいた方に毎回メールでお知らせいたします。コメント、それからディスカッションに参加したい方は、Zoom で参加してください。YouTube の参加は自由で、今のところは同時配信のみ予定しています。チャンネルは KDN になります。コメントいただいた内容は、次の講義で、説明したり、A フォーラムのサイト上でご回答したりとかいうことも今後考えています。お知らせは以上で、その後、斉藤先生からアンド賞のお知らせをお願いいたします。はい、お疲れ様でした。で、最後に一つだけ皆さんへのお知らせございます。この、場所が
A フォーラムということなんですが、アーキニアデザインということをですね、一つの形としてもっと前に出したいということで、皆さんとご相談しまして、アウォード&賞というのを作りました。で、第1回が昨年、行いまして、55作品が集まりまして、非常に魅力的なですね、内容でした。で、今年もですね、それを大体踏襲して、第2回のアンド賞を現在企画しております。で、私自身はまあ実行委員長ということで、協力させてもらってますが、具体的なプログラムはここにありますように、選考委員については、昨年は堀越さんにやっていただきましたが、今年は福島克也さんに委員長をお願いして、建築ジャーナリストの磯達夫さん、構造家の東木浩一さんに審査員を、選考委員をやっていただこうということで進めたいと思います。で、日程ですが、10月10日募集開始ということで、すでに、応募要項等は、工事が始まっておりますので、それを詳しく見ていただきたいと思いますが、締め切りは12月10日。で、一次選考があります。選考の書類等は非常に簡潔でですね、A3 でしたっけ？パネル、A3 だっけ？1枚のパネルというか、1枚にまとめてもらって、あとは、応募用紙ということになります。それで、選考委員の皆さんに一次選考を12月18日にやっていただき、クリスマスイブに、選考通過者を発表する。で、一次選考を通った方のプレゼンテーションと、そこの場で最終選考をしますので、受賞発表を行います。で、昨年と同じように、建築会館の大ホールを今予定しております。まあコロナなので、かなり人数を昨年は制限しましたが、まあどんな風になるかまだわかりませんが、一応大ホールの予定です。で、2月末日に表彰式と受賞ということです。で、アンド賞って一体何かっていうのは、後ほどまた応募要項を読んでいただくといいと思うんですが、まあ簡単に言いますと、似たっていうか、他にも賞がございまして、ジャスカ賞、それから構造デザイン賞がございますが、まあ、ジャスカ賞はどちらかというと、お一人に対してかな、作品を中心に審査すると。それから構造デザイン賞は、作品をメインのものを選んでいただいた上で、個人のそれまでの業績も勘案しながら、個人に対して与えるという。で、それを継承していくというような形がございます。で、それに対してアンド賞は、どちらかというと、このプロジェクトは、主要なテーマ、特にデザインプロセスですね。そういうものをきちっと語ってもらうということと、作品というのはどの部分をですね、自分としては、まあ、建築と技術の融合という観点から強調したいかという、まあ、その辺をしっかりと表現してもらいたい。ということで、個人でも構いません。エンジニアの方は個人でもいいですし、アーキテクトの方が個人でもいいし、あるいはそのコラボレーションした、何人かの方が一緒でも構いません。ちなみに昨年は、磯崎さんを筆頭に、太陽工業等々の方々が10人ぐらいの名前で、これは多すぎんじゃないかって言ったんですけども、切れませんっていうこと、ね、全員入れましたけども、まあそういうケースもありますので、その辺は自由に考えていただこう。ということで、重賞がありますので、1回もらったからおしまいでもありませんし、他の賞もらったからおしまいでもないので、ぜひ応募していただきたいというふうに。ということで、応募要項が今出ておりますので、そちらを見ていただきたい。
で、この出ている写真はですね、皆さんご存知の川口守先生が1988年にプロジェクトを成功させて以来、毎年ですね、仮装式でイベントが行われていますが、ジャンボ鯉のぼりですね。で、小さい普通の鯉のぼりがありますが、まあ、これだけ巨大な、鯉をですね、穏やかな5メーターぐらいの風で空中に泳ぎ出すっていうのは、生半可なことではないんで、どこにもそれを解決がないところをですね、川口先生が説かれたので、まさにその先ほどから議論になっている科学と、つまり風、風工学ですね、それから次元解析ということだとか、膜材の素材であるとか、リングの検証材であるとか、そういう素材、あるいは製法技術、それから、まあ、クレーンで釣るとかっていうですね、施工、それと芸術性ということがですね、非常に象徴的に結晶してるんじゃないかということで、このアンドショーの、まあ、イメージモデルというんでしょうかね、そういうものとして使わさせていただいております。まあ、そんなことを少しイメージしていただいて、幅広くいろんな大小関わりありません。スケールもちろん関係ありませんので、簡単に言えば階段一つでも取り入れる可能性があるわけです。ぜひそういう見方でデザインということをですね、広く捉えていただけるとありがたい。お待ちしています。よろしくお願いいたします。はい。これに。はい、お願いします。いいですか？はい。それでは、KD 研パート2の第1回を、終わらせていただきます。ありがとうございました。どうも、ありがとうございました。ありがとうございました。